はい、こんにちは、竹島社長です。いつもお世話になります。そしたらですね、今日は30年式のノートですね、e パワーになります。とても綺麗ですねこの車ね、私のもちょっと綺麗すぎてね、扱いに困ってしまいますけどね、いつもボロい車ばっかなんで、はい、いうところでですね、それチャンネル登録ですねお願いいたします。また高評価、お願いしますね。それとコメントですね、はい、お願いします。コメントの励ましのコメントとかね、この車についてね、もう文句とかそういうのはね受け付けません。ちょっとこれ逆光でごめんなさい、見えないかな。そういったね、まあ、みんながね楽しく、読めるようなコメントは、大歓迎ですけども、それ以外は、受け付けません。削除させてもらいまして、その上で、その方はブロックさせていただきます。よろしくお願いします。まあ、僕みたいな底辺 YouTuber がね、何言うとんねんこのボケカスだもんとは思うんでしょうけども、まあ、そこはね、我慢してください。そうしたらね、ちょっと内装の方から行ってみたいと思います。今日はちょっと助手席側からね乗り込んでみようかな。はい、助手席側から乗り込んでみて、後ろのね、席から前のパネルを見ております。まあ、昨日はね、昨日はっていうか前回はね、アクセラ、マツダのアクセラをねご紹介させてもらいましたけども、今日はこのねノート、ノートもね、ハンドルね、かっこいいですね、これね。これでも、この回しやすいのかな。なんか僕ハンドルって丸しかね思わないもんで、まあ人間古いからかもしれませんけどもね。運転手さんね、こんな感じね、姿勢がこんなのかな、感じかな、はい、まあちょっと大雑把ではございますけどね、こんな感じになると思います。でちょっと運転席の方ね行ってみたいと思います。で、ね、この車もね、日曜日出発で愛知県の方にねお持ちさせてもらおうかと思っております。距離の方ですね、11,900km です。ね、ごめんなさい、僕もねノート、このノートの e パワーはね初めて見るんですよ、正直言うと。で運転はねやっぱりちょっとアクセルをね、なんてこう緩みますとあれなんで、はい、これでね、ナビゲーション、これ純正のナビゲーションですね。はい。これで、ね、これね、あちゃうわ、こうか。これでバックですね。で、そうすると後ろに、見えるかな、ちょっと見にくいかもしれないですけど、見えてる？わかんねえな。これでバックとね、これが多分後方になると思うんで、これがバックで、これが、R&P モニターのね、モニターなんです。ちょっと見にくいですよね、これね。で通常になると、ね、なんか知らないですけど、これ後ろだけ、多分これ煽り運転とかね、そういうのを録画するのかな、ちょっと僕分かんないんですけど、何のために映ってるのか分かんないんですけどね。まあ普通のミラーの状態なんでしょうけど、でもこれカメラですよ、はい、映ってる場面がずっと一緒ですからね、よく分かんないですけどね。それとこれがごめんなさい、ちょっとねワンセグ多分地デジでいいと思うんですけど、はい、テレビ付きです。まあ映してるとね著作権がとか言われちゃいますからね。でね、一応オープンにしようか、オープンでやって、まあ、こんな感じでね、多分 DVD とか回せるのかな、ちょっとね SD とかもちょっとごめんなさい、全然調べてないんであれなんですけど、昨日帰ってきて、はい、昨日も、ね、夜遅く帰ってきたんで、これで。で、オートエアコンですね。で、シフトです。シフトもね、もう真ん中押すとね、パーキングになって、これバック、これニュートラル、これ、ドライブって言うんで、パーキングって感じでね、ちょっとわからないですけどね。はい。いう感じになります。ちょっとね、車、パーキング入ってるよな。ドキドキしますよね、あまりこうやったことない車なんでね、はい、シートですね、シートはこの、白のね、この少しワンポイントのねシートが入ってかっこいいですね。こちらも同じようにねなってます。まあシート自体もうねまだ全然乗ってないんでね、
綺麗ですよね、はい、リアシートです。感じです。で、8パックかけた状態です。これはファイブイヤーズの、ね、メンテナンスキットですね。という感じです。タバコはね、多分吸われてなかったと思うんですよね。お客様もね、タバコ臭くなかったんで、はい、という感じです。でちょっとね、エンジンルーム行ってきます。エンジンルームです。まあ、エンジンルームっていうか、これがね、発電機ですよね。要は発電機して、こっちの E パワーで、駆動するって形になりますんで、はい、一応発電機の音という感じです。そうしたらね、車をちょっと見ていきましょうか。見ていきましょうか。でもね、そんなにね、ちょっとここに飛び石のあれがありますね、傷があって。助手席側から今行ってますけどね。で、ここにね、少しね、なんかつけてたんかな、なんかそれも剥がした跡があるんです。まあちょっと洗車したらすぐ消えると思います。で、細かいね、洗車傷みたいなのはちょこちょこついてますけども、5イヤーズコートを施工してるんで、はい、あ、多分ここにもね、なんかつけてたと思うんですよね。その跡がついてます。これと、ま、見れば分かる、取れますね、指でね。普通に、ね、水洗いをもう一回すれば取れちゃうと思います。ないね。リアバンパーですね。リアバンパー、あー、でもこれも取れたな。ほとんど傷ないね。傷ないっていうかね、すごくオーナーさんはかなりね、神経質ってわけじゃないんですけど、はい、かなりいい人だったんで。いい人はね、車は結構綺麗にするんですよね。やっぱドキューさんとかね、ああいう人たちはね、車ね、結構綺麗にしてるつもりなんでしょうけど、意外としてなかったりするんですよね。特には問題ないかな。そうですね、傷はないですね。はないですね。ちょっと洗車はね、水洗いもほとんどしてないんで、ちゃちゃってやってね、ちゃちゃってやっただけなんで、はい、ほとんど傷じゃない、汚れは取れてないっていうね。フロントバンパーの下ね、この辺とかちょっとね、傷ついてますね。下、この辺、ここね、はい、ちょっと触らないと分かんないんだよな。 あとないね。はい、あとないです。ボンネットも綺麗ですね。はい、僕はね、しっかりと釣り込みますんでね。はい、このノートとかね、やっぱデザイン良くなったんだけどね。多分 E パワーはね、すごくいいらしいですよ。別にね、そのダジャレとかで言ってるわけ、尺で言ってるわけじゃないんですけど、やっぱ日産のね、営業マンたちもね、 E パワーはいいって言ってますね。まあそんな感じです。まあ、かっこいいですよね。やっぱグリルとかもね、やっぱちょっとこう、でもまあでもやっぱりあれね、みんなトヨタさんもそうですけど、マツダさんもみんな同じようなグリルにね、してますよね。まあ部品をね、まあ部品とかデザインとかそういうね、費用をなるべく抑えるような形をね、取ってるんだとは思うんですけど。まあ正直、そのこの車ね、オークション持ってきますんで、まあ日曜日ね、夕方ぐらいまで、あるとは思います。それ以降ね、もうなくなっちゃいますんで、はい、それ以降ね、お手伝い来られてもオークション会場からね、簡単に出せるものじゃないんですよ、正直言うと。はい、お客様か、ね、皆さん勝手に出せると思ってるんでしょうけども、そんなに簡単に出せるものではないしね、いろんな条件がありますんで、はい、必ず日曜日までにね、欲しい方ご連絡して、決めてください。僕はこの、まあ僕が今までね、扱ってきた車の中でね、上位に入ってくるキレスです。後悔はないと思いますので、ぜひあの車ね、検討してみてください。そしたら、いつも通りチャンネル登録、高評価、それとコメントですね、それと
Twitter、Facebook、ブログやってますんでね、そちらフォローもお願いいたします。さあ、竹島社長でした。では次回のお車まで、お車か、まあ、なんかあの時まで、失礼いたします。バイバーイ。